はい、ではこちらツインパワー XD という製品を紹介していきます、はい、まず XD って何かと言いますと、はい、エクストリームデュラビリティです。つまり究極の耐久性を目指したリールになってます。あ、まあ、ツインパワーをベースに強さを上げてます。強いところはギアと防水とドラグです。ギアと防水とドラグ、はい、なってます。でギアの方は前のちょっと前の SW5000 番と同じぐらいの強さを持ってます。なんで5000番の釣りが、まあ、大体この辺の4000ぐらいのサイズでできますよってもらえます。なんで最近流行りの青物、今回はあれなんその辺のところはすごくバッチリできるでしょうし、逆に SW って言うと 400g ぐらいあるんで、これ 300g なんで軽いのは間違いなく軽いんですね。なんでそっちの使って疲れないっていうものになってます。もちろん強さで考えると SW、こいつ、XD、そして普通のツインパワーの順番にはなってくるんですけど、まあ、必要十分ということでこの辺は十分なのかなと思います。で防水の方はこちら X プロテクトっていうものが入っているので、まあ、あの今までのものと、まあ、コンセプト同じです。回転軽さを犠牲にせずに防水するってことは一緒なんですけれど、防水性能が上がってます。今までのものっていうのが今までのものっていうのが大体30センチの水につけると、まあ、大体10秒ぐらいで水が入ってしまうのかなっていうレベルの防水なんですけど、このテスト、まあ、テストとしては30センチの水につけたら1分以上水が入らない、ボディの中に水が入らないよっていうような性能になってますので、まあまあちょっとあの防水性能とはちょっと仮面になってます。これがこちらのストッパーベアリングというところですね。こことラインローラーに入ってます。なので、まあ、持ちはもっと長く持つようになってます。で続いて最後にドラグなんですけれど、カーボンクロスワッシャー使ってます。ですので通常のフェルトのワッシャーよりも、まあ、摩耗による減りっていうのとかね、耐久性が長持ちする、要はより長持ちするドラグが入っている。なんで、まあ、まとめるとギアと防水とドラグ、この3つが強くなったっていうのがスイッパーです。ありがとうございます。